皆さんこんにちは、リーユです。今回は私リーユのセカンドアルバムソアリングハートについてちょっと1曲ずつ紹介していきたいと思います。皆さんぜひ最後までご覧ください。ということで1曲目表題曲のソアリングハートについて話したいなって思います。こちらはですね、今回 MV もついていた曲となっているので、なんか結構なんかアルバムのタイトルもそのものでそのままついていたんですけど、今回のテーマっていうのがあって、なんかすごいなんか空とか夢とかこれからの未来の話をなんていうんですか、現れる曲だなって作りました。で心境は最初から最後までは変わってた曲だから、なんかぜひ聴きながら共感できたらいいなって思います。歌詞も同じく最初はやっぱ迷ってたりなんか探してたりで、最後はもう決めてもっともっと広い世界に行きたいっていう決心を決めた一曲です。こちらも歌い方っていうなんか変化もあるので、皆さんぜひチェックしてください。続いての曲はブルーミンという曲です。こちらは今回新曲ではないんですけど、2023年夏にリリースされました私のフォースシングルで、今回テレビアニメ働く魔王様のセカンドシーズンのエンディング曲となっています。このシングルのコンセプトはお花、ちっちゃいお花を咲いていくっていうテーマがあるんですね。すごい水色とかなんかちょっとちっちゃいお花とか、私もねこのシングルで赤い髪をちょっと挑戦しました。すごい爽やかな光がちょっと当たってる感じの曲ということで、皆さんぜひたくさん聴いてください。続いての曲は True Fool Love という曲なんですけど、こちらは2022年で冬かな、11月でリリースされました、夫婦以上恋人未満のオープニングテーマ曲となっています。こちらもですね、私今までないの曲調で、やっぱバンドソングとなんかちょっと跳ねてるリズムとメロディで、すごいなんか違うリーを感じれる一曲だなって思いますね。なんかすごいなんかビビッドピンクのイメージが強くって、アルバムのビジュアルもすごいなんかビビッドピンクで、すごいなんかなんかふわってなんか見ると明るくなる、なんかビジュアル的には見るとパッと一気に明るくなる感じ、そして曲も聴いたらすごい最初から最後までもう本当にブワッて感じなんかちょっとうまく伝えるのかなって、皆さんぜひ聴いてください。続いてはこちらキュートビットっていう曲なんですけど、今回は空とかいろいろ空に関しての曲をコンセプトしましたが、このキュートビットでちょっと歌詞の中に実はキュービットになりました。トゥルーフルラブの MV でなんか一時キュービットをちょっとなってみたけど今回はねキュートビットで全体的にキュービットになりました。はい、ちょっと意味わかんないですけど、歌詞的にねすごいキュービットからの目線でなんていうんですか、人間の皆さんを見てるとか自分の心境をちょっとすごい乙女心のところがたくさん詰まった一曲だなって思います。やっぱ結構歌詞はね、新米のキュービットとか私でも体験したい気持ちっていうのがあるんですね。いつかはそんな気持ち私もみたいな歌詞をすごい印象的だったということで、なんか皆さんぜひ聴いてください。続いての曲は Warp to You という曲なんです。この曲もさっきのキュービットの気持ちとちょっと変化して、今回はですね人間です。はい、今回は女子高生の気持ちに
なりきりました。実はですね、レコーディングの時も私からこれって本当に大丈夫かなってちょっと心配がありましたけど、やっぱね、女子高生と少し離れてた私ということで、なんかちゃんとこのワクワクドキドキの気持ちを伝えるのかなってなんかいろいろ考えてたけど、でも歌ったらね、すごいこの物語に入り込んで楽しくなっちゃいました。もう無意識に楽しくなっちゃいました。なんか特にサビで急上昇の気持ちでのと、感想とかなんかすごい可愛くワープを吐いてたところがみんな注目してほしいと思いました。すごい青春を満喫な一曲となっていますので、皆さんぜひ聴きながらちょっと推し活をしてた女子高生を想像してみてください。続いての曲はこちら、叶える彼方です。こちらもですね、やっぱ今までこういう風な曲はなかったに気がするんですが、ちょっとなんかなんていうんですか、掛け声たくさんで、そしてちょっとなんか神秘的な感じかな、なんかすごい魔法使いっていうか、なんか薬を作ってた魔女のなんか雰囲気の曲だなって思っていて、メロディ的にはで、掛け声が多めということで、ライブなら絶対楽しいなって、こういうちょっとコール&レスポンス的な曲をちょっとやってみました。皆さんぜひ聴きながらちょっとライブのことを想像してみたらいいのかなって思いました。ぜひ叶える彼方を聴いてください。続いての曲はワンダーランドという曲です。今回はですね、この曲聴いた時もう本当にこれ DJ ですかみたいな、これ DJ にぴったりな曲じゃないかなって思いました。全体的にこのワンダーランドっていう、ワンダーランドってどこなんだろうってみんな絶対知りたいのかな、ね、私が伝えたいこのワンダーランドはね、宇宙ということなんです。はい、私が宇宙でこのワンダーランドを歌いました。そして感想もちょっと長めのトラックが入ってて、私が歌ってないんですけど、すごいなんか宇宙人もなんかこの私の宇宙に参加してきたという気持ちで、なんかみんなぜひ聴きながら想像してみてください。そしてね、ライブでこの曲はどうなるんだろうって私もね、今でも想像できないんですけど、絶対楽しいと思います。皆さんと一緒になんかライブで歌えるのが楽しみにしています。ぜひワンダーランドたくさん聴いてください。続いての曲はこちらです。ラビンラビンという曲なんです。やっぱこれもねちょっと驚くかもしれないんですけど、今までねまた違った感じ、もう本当にこういう曲調は初めてということで、結構ね意外とかびっくりとかへーとかすごいなんかコメントでねいただいてたんですけど、なんかすごいなんか成長というか大人な雰囲気、なんかこういうコメントが来てたんですけどね、私もなんていうんですか、こういう曲作ってみようかなってね、話をいただいた時、もうぜひ歌ってみたいですって答えたんです。はい、ということでこの曲がありましたね。なんかすごいなんかあんまりなんかオケとかもすごいシンプルで、ちょっと一人でソファに入り込んで小声でちょっと歌ってるイメージかなって、そうだからみんなぜひラビンラビン聴いてください。続いての曲はこちら、六等星です。ね、今回もジブナイルさんが作ってた曲を入りました。結構ねもう最後ら辺に入ってたんですけど、やっぱなんかこのアルバムの曲の並びもそうだけど、結構なんかすごい明るめからもうちょっとどんどんなんか夜になって、そうこちらの六等星もね夜しか
見えない星っていうのもあって、で調べるとなんか六等星って本当にすごいなんか見にくくて、本当に一番なんかあのもうギリギリ見える星となっているので、やっぱまた神秘的なフィルターがかけた一曲だなって思いました。そしてラップもちょっとなんか大人っぽいなって思っていたので、結構切なさもすごいこの全曲的に 全体的にかけているので、なんかあのやっぱちょっと見づらい星だから、ちょっとね切なさを出しつつ、でも疾走感も出しつつの曲だなって思いました。皆さんぜひ六等星を聴いてください。そしてそして最後の曲となりました、こちら Purple and Psycho です。そうですね、こちらの曲もあのそう今までないのこのバラードっていう、あんまりねオケもね、なんかオケもすごい静かな感じで、今回ね本当に今までなかったの曲調をいろいろ足してみたんですね。ちょっとあのもうフルアルバムね1年以上だから、1年以上ぶりだから、ちょっと変化を、いろんな変化を出してみたいなって、いろんな曲調をあの挑戦してみました。この曲もなんかあの最後の歌詞、お休みまた明日っていうのが最後に入っていたんですけど、やっぱこのアルバムの締めとしてもすごいぴったりな一曲だなって思いました。結構ねなんかあのすごい今までなんか歌い方的にも、歌い方じゃないかもしれないですけど、自分の曲の中なら絶対こういうのがなくて、なんかすごいなんか曲がってるなんか低音とかねいろいろ入っててリラックスできる一曲だなって思いました、ね、最後ねこのアルバムの締めとしてお休みまた明日っていうのもあるので、またね明日になったらまたこのソワリングハートから聴いたらどうかなって、皆さんぜひたくさんソワリングハートを聴いてください。というわけで1曲ずつを紹介していただきました。皆さん聞いた感じで気になる曲とかあったらね、ぜひ視聴動画で聞いて、そしてねフルでアルバムで聞いてください、ね、たくさんの感想私も待っていますので、みんなの感想を待ってます。以上リユでした。ソアリングハートたくさん聞いてください。バイバイ。